お疲れ様です。82歳のボディービルダーね、知ってますよ。なんかね、やっぱりこう60過ぎても70過ぎてもそっからスタートして一花も二花も咲かせることができるってのは、まあそういう人をねずっと見ていると、信じることができるんですよ。だからその他人の振り見て我が振り直せみたいな言葉がありますけども、あれを拡大解釈していくとね、あいつにできるんだったら自分にもできるよねということと、あいつにできないけども俺にはできるよねっていう風な考え方があるんですよ。だから結局誰ができてようと誰ができてまいと別に俺には関係ないよねって感じなんですよ。でなんかねこうやりかけるっていうかね、置き去りにするものってのは別にないわけなんですよね。自分で諦めない限りは追求できるし、追求すれば、まあ、そこにたどり着くしみたいな感じですかね。まあこれは何やっても器用にこなす私だから言えるんだろうなと思いますけどね。客観的に自分のことを見た時にやっぱ人よりもねなんか運があるし器用なんですよね、何でも。でもですよ、例えば店の商売とか器用にできなかったわけですよ。だからなんかこう何をやるかっていうのと誰がやるなっていうのが掛け合わせて答えが出るのかなと思いますよね。で今回はその若者の車離れ若者のお酒離れ若者のなんとか離れとかね、なんかいろいろありますけども、まあ、結局そういうレッテル貼られるってことはもうちょっと頑張るよっていうのはありますよね。なんかその若いとね挑戦できるはずなんですけども、ちょっとねなんかこう年寄りになっちゃってるっていうかね。で逆にその残りの人生少ない人の方がむちゃくちゃやるみたいな感じで、いまだにだから中高年以上の人がこの国を支えていて、お金を持ってるのは中高年ばかりで、自由を謳歌してるのはそうですね、年齢重ねた人生の経験がある方に偏っていて、でそういう人たちって別にテクノロジー使えてないわけなんですよ、はっきり言ってね。だから LINE とかやってる方やってないし、未だにファックスだし、なんだったらやっぱ人と人は会ってやらないとねって言うんだけど、そこが一番エネルギー出してるんですよね、なんですかね。で効率を追い求めて、まあ、いろんな連絡手段とか情報の取得とかね、アウトプットしてる人ってまあ花が咲いてないっていうかね。だからテクノロジーっていうのは進めば進むほど相当気をつけて使わないと人間をこう劣化させるっていうか、人間そのものは進化しなくなっちゃうんですよね。だから何もないからこそ自分であれこれやりくるしかなくって、で自分でできないことは人に頼むスキルも出てくるし、頼まれたらやってやろうっていう気持ちも出てきて、なんかやっぱりね難しいことを突破してきただけあって、やっぱりこう年を取ってる人間、しかも70とか80で生き残ってるわけでしょ、死亡率も上がるのに、やっぱり並大抵じゃないなというふうに思えるかどうかですよね。これはね、年取った人間全部まとめてこいつらダメだっていうふうになって、そこから学べないか、じゃあ年寄りをそういうふうにちょっと格下に見るけども、お前は何なんだよみたいなね、そういうお前は何か成し遂げたのかとかね、いろいろ離れちゃったじゃないかみたいなことがあったりとか、まあ、すると、その狭間にいる世代としてはね、まあ、双方から学べるのかなと思いますよね。やっぱこうね、まだ若いうちから何もかもができなくなって、それは将来も不安だろうなと思いますよね。一番エネルギーがあってね、一番失敗が許される時に何もないわけですから、だから残り時間少ないなと思った方がなんか結局良かったなっていうところありますね。40過ぎてパソコンで稼ぐみたいなね、高等無稽な方法で会社の経営とかね、店舗の運営とかいくらやっても儲からなかったけども、でも自分は先頭に立ってことを起こすんだって気持ちだけはあったけども、なんかあれですよね、時代に合わせて資産を最小限まで抑えていって、で自分の頭だけ使うみたいなね、もう他者を使わないっていうのがね、なんか逆に正解だったみたいな。組織構築論とか労務管理論とか言って、大学ではいかに組織をまとめていくかとか、いかに人材育成するかってことを学んできたんですけども、そんなこと使わない方が良かったみたいな、誰も育てない方がなんか自分が育つみたいなところはあったかなと思いますよね。まあ82歳のボディビルダー、すごいですよね。82歳でボディビルダーってなんか意味あるんですかって言われそうですけどね、意味ありましたね。いってらっしゃい。